藤田裕国像、草川茂友模藤田裕国から1826年12月29日は、江戸時代後期の儒学者、民生家。後期水都学の中心人物の一人。藤田東子の父親。名は、和ず通称は、熊之助。後に、四助。また、次郎左衛門。字は、古帝。著書に正論、まさなろあるもん。 終始始末など、日立国民途上下の奈良町に、古木商藤田屋を営む藤田洋右衛門の次男として、生まれる。母は、根本氏の娘。祖父に、藤田与左衛門。幼少の頃から学問で頭角を表すようになり、自社奉行した役の小川勘助や、医師の青木忠司祭に学ぶ。忠司祭の推挙を受け、商工館編集で後に総裁となる。 立原水賢の門人となる。1788年には、その推薦で、商工官に入る。1789年には、正式に官員となり、三戸藩の修士事業である、大日本史の編纂に携わる。三戸藩では、徳川光国の百円期に向けて、写本を検本するため、大日本史の工程と上昇を行っていたが、 大日本史の大号に国号をはばかるべきとする大号問題が発生していた。水県が藩主事保からこの問題を諮問されている間に、有国は水県を差し置いて大号を思考に改めるべきであるとする意見書を提出し、水県の収支方針や藩主事保の修学態度、さらには反省改革の提言や対外情勢への意見などを著作で発表し、一時は 編集職を解任される。この士官同様は、党派的な対立に発展する。1807年商工官の総裁に、就任、150国を受ける。著作である、官能アルモンは、ミトハン天皇の改革の農村対策に影響を与えた。1812年再び総裁を選任。門人に次男である、藤田東子、豊田天以降。 相沢静ワサイラがおり、彼らは水戸学の尊能上位思想を全国に広める活動を行った。ありがとうございます。